バルキリー自走ロケット弾発射機は南アフリカ共和国の自走式多連装ロケット砲を。1980年代にソンチャムによって開発された。システムは1976年のアンゴラにおけるサバンナ作戦で旅客された BM-21 を基礎としている。開発は1981年に完了し、1987年と1988年には、 アンゴラの旧南アフリカ国防軍が、キューバの支援するアンゴラ人民解放軍と対峙した際に、オペレーション、フーパーやオペレーションマジェラーで利用された。利点としては、他の多連装ロケット発射機と異なり、戦場で偽装しやすいことが挙げられる。天外を下ろした、バルキリーの外見は、他のウニモグの四駆のトラックと似ていた。バルキリーマルティプルアキレリーロケット。 2006年10月25日閲覧。ラインメトルデネルムニチオン 127mm、バルキリーマーク I22 マルティプル、ロケットランチャーシステム、ジェーンズアーマーアーティレリー。a r t i c l e s j a n c o m 2012年11月13日閲覧。ハイトマン、ヘルムド、ローマー、サウス、アフリカンアームドフォーセス、ケープタウン、サウスアフリカ。 バファローパブリケーションズ P123ISBN 9長7806億2014万8788ありがとうございます。